おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も蛇の命続きやっていきましょう。前回はね、なんかいろんな事件に見舞われたんですが、まあ次の日になりゃ帰れるっしょとか思ってたら、なんとびっくり、扉が3枚も設置されて私たちは閉じ込められてしまったっていうね。そう、裏口、唯一の脱出出口である裏口が閉鎖されてしまったことによって、私たちはこのクソみてえな旅館に閉じ込められてしまいました。では探索していきましょう。はい、この旅館には温泉があるから入っていってね。わかった。とりあえずは全部探索し終えてからお風呂行こうかな。あー、やった、100ゴールドだ。隣のお部屋の女の子からお金をいただきだぜ。この旅館に捜査令状が出てるそうね。言ってたよね、そういえばね。捜査令状って誰が出したんだろうね。これなんだっけ、ミミズくんか。これ殺人事件が起こるパターンじゃないのか。あー、十二分にありえるな。てか君がそれを言ったことでフラグになってるんだよ、気づいてくれ。これ何、あ、これ調べられないのか。こっちには別に特にないかな。あ、なさそうだね。ミミズの部屋じゃなくて、なんだっけ、人手じゃなくて、なんだっけ、こいつ。あ、ムカデ、ムカデ。いつも人手って言っちゃう。爆弾犯の振り込め問題だが、普通だったら旅館か警察がとっくに振り込んで解決してるはずだ。その通りだ。あ、20ポイントの経験、そうか、キャラと話すことで経験値もらえることあるんだ。じゃあやっぱりみんなと話すこと大事だな。これ何、あー、でも調べられないわ。あー、閉じちゃった、間違った。これポイズンスネークでしょ。ポイズンスネークどうやってたか忘れた。狭い旅館だけど温泉があるから我慢するよ。あー、オッケー。これ何、青リンゴがある。へー、あ、経験値プラス100。あ、ちょっといいね。これちょっと攻撃受けたら食べたいな。これ絶対殺人事件が起こるパターンのやつだよ。もう殺人事件起こるって2人も言ってたら絶対起こるよ。あ、違うわ、2匹か、間違った。ちょっとヘビさん避けて。あ、オッケーオッケー。あー、この部屋まだ入ってないわ、こっち先に行こう。これお金でしょ、やったぜ。はい、凶悪犯が本当にいなくなったのか疑問だよ。そうね、どう最近。よっしゃ。絶対このヘビどう最近って言うと思った。どう最近、私これのシリーズの挨拶どう最近にしようかな。なんか私のなんか見てた実況者さんもどう最近って言ってた気がするわ。凶悪犯はいなくなったみたいだからゆっくり温泉に入ることにしたよ。あれ、いなくなった、すげえ、一瞬で消え去った。待って、あ、子供のヘビが逃げ出した、なんてことだ。じゃあここの部屋は別に何も、なんで割れてんだこれ。まあいいや。これは何、メロンソーダ、関係ないっす、ちょっと。勝手に人の部屋に入んない方がいいよ、ヘビくん。これハンターさんね。はい、この旅館に凶悪犯がいるとかいないとかよくわからんが、無敗の刑事もいるからなんとかなるだろう。まあ、みんな信用してるんだ。そうか、私はあの人は信用できないけどな。この旅館には温泉があるそうだよ。体調が悪いから今からお風呂に入ってくるよ。体調悪いの大丈夫かい。あ、いなくなった。これが従業員だよね。これ最後かな。わからないことがあったらその辺にある電話機を利用してね。オッケー。40ポイントの経験値やったぜ。あとは調べてないとこどこだろう。あれ全部調べたよね。なんか忘れてるかな。びっくりした、何。大変だ、事件だ。大浴場で殺人事件が起こったらしい。ああ、大浴場に向かいます。あれ、まあどのヘビですかね。待って、コメントが消えてない。コメント消して、コメント、なんでや、阪神関係ないやろじゃなくてコメントを消させて。ちょっと待ってね、多分これで大丈夫かな。またコメントどうやったら消せるかちょっとよく、いまいちよく分かってないわ。よし、死んでるわ。あれ消えてない、ちょっと待って。どうしたらいいんだ。あ、コメント表示×がありました。コメント表示×にしてきました、すいませんでした。死んでるわ。
温泉から出た後に殺害されたようだね。やっぱりこの旅館にはまだ凶悪犯が潜んでるんだよ。お、進行説明。事件が起きたところで推理パート、まがいのモードに入ります。ルールは簡単。選択肢の中から行動や発言を選ぶだけです。まだ練習段階なので、よほどひどい選択をしない限り HP が減る心配はありません。逆に選択次第では経験値やお金をランダムで獲得することもあります。あ、じゃあちゃんと真面目に答えた方がいいんだね。早速あなたのターンになりました。行動を選択してね。発言する、何もしない、温泉に入る、部屋に帰る。温泉に入ることはできるのか。いや、でも発言するか、とりあえず。おや、そこの蛇が発言したいそうだよ。またそこの蛇って言ってる。犯人はこの中にいる。これは密室トリックだ。この旅館は呪われている。無言。あ、これちょっと無言にしたい。くー、どうしよう。犯人はこの中にいるのが当たり前だと思うんだけど。いや、犯人はこの中にいる。この蛇仕切ろうとしてないか。蛇の分際で仕切るなど重々しいにも程がある。それにしても殺されたのが蛇だったのは不幸中の幸いね。いやー、蛇が死んでも結構な事件だと思いますけどね。てかこのドット絵すげえな。これも描いたのか。いや、作者さんのこの蛇への愛がすごい。人間が死んだのでなければ表沙汰にならないで済むわ。そういう問題ね。なるほど。従業員的にはまあそうよね。なんだよ、蛇の命より旅館のメンツが大事なのかい。当たり前だ。私にとっちゃ旅館が命なんだよ。お、誰が来た。事件があったそうだな。ようやくお出ましか、無敗の刑事さんよ。無敗の刑事が来たならもう事件は解決したも同然だよ。刑事が来たところであなたのターンになりました。行動を選択してね。とりあえず発言しとこう。あら、そこの蛇が発言したいそうよ。刑事さんに何か言いたいようだね。なんだね、言いたいことがあるなら言いたまえ。推理頑張ってね。刑事ならさっさと推理したまえ。どう最近。無言。くー、どう最近って選択肢があるとどう最近って選びたくなっちゃうよ。ここ悩むとこじゃねえよな。なんでこんなめっちゃ悩んでんだ。まあいいや、どう最近。慣れ慣れしい蛇だ。推理の邪魔をするなよ。まずは被害者の特定からだ。蛇は数が多く似たような外見ばかりで、どの蛇が死んだのかややこしいからな。まあその通りだね。どの蛇が死んだかわからん。てかなんか色変わってない？死んだら変色するのかな、蛇って。旅館従業員の蛇は2匹中2匹とも生存してるよ。被害に遭ったのはお客さんの中の蛇の誰かだよ。従業員かっこシェフなんだ、これは。5号室に宿泊してる蛇だけど生存してるよ。8号室に宿泊中のヘビだよ。生存してるよ。9号室に宿泊してるヘビだよ。2匹とも生存してるよ。残るヘビは1号室、4号室のヘビのどちらかね。1号室宿泊といえば、探偵気取りのクソヘビだったな。あいつが死んだのか？ああ、あなたの話題になっています。名乗り出ますか？名乗り出る。あえて様子を見る。いや、まあ様子見よう。すぐ名乗り出ないってことは、死んだのは1号室のクソヘビで間違いないようだな。死んだことにされそうです。もう名乗り出ますか？あえて様子を見る。よし、死んだのは1号室のエセ探偵ヘビとして捜査を進めるとしよう。まだわからないよ。すぐ名乗らずに様子を見るタイプのヘビもいるからね。その通りです。私がそのタイプのヘビです。それに4号室のヘビもまだ名乗り出てないからね。2匹のヘビがいないってことか？まだ一度も名乗り出てないヘビがいるよ、そこのヘビ。だったら早く名乗り出たまえ。どこまであえて様子見てもいいのかな。様子見よう。君に言ってるんだよ、そこのヘビ。さっさと名乗り出たまえ。様子見まーす。ここまで名乗り出ないってことは、そのヘビが犯人ってことじゃねえのか。その可能性もあるな。おい、そこのヘビ、今名乗り出ないと容疑者として連行することになるぞ。意地でも名乗り出ない。いやー、ちょっとな、でも容疑者になるのは困るな。いや、意地でも名乗り出ない。まだ名乗らないよ。ここまで来ると名乗るタイミングを失ったパターンのやつだよ。バレてる。思惑がバレてる。もうめんどくせえ。この蛇を駆除しちまおう。それはあんまりだよ。ハンターでも駆除していいのは有害な生物だけのはずだよ。殺人犯ってことは有害生物ってことだろ。駆除して当然だ。まだ犯
人って決まったわけじゃないよ。めっちゃかばってくれてるのに私と来たら。ごめんね、なんか。犯人じゃなかったとしても、この蛇のせいで議論が進まない以上、有害生物には変わりないってことだ。おい、そこの蛇、ラストチャンスだ。さっさと名乗るんだ。名乗らなかったら駆除するからな。満を持して名乗り出る。やっと名乗り出たよ。ハンターにビビって名乗り出てやるのダッシーな。くそー。次からすぐ名乗り出なきゃダメよ。ごめんなさい。その蛇は1号室に宿泊中の蛇のようね。ってことは、被害者は4号室の蛇で決まりだな。あ、なんか体調が悪いって言ってた蛇か。あー、ブラックドクター来ちゃった。くそー、何も考えてねえんだよな。偉大の解析結果が出ましたよ。ご苦労。そのワンちゃん、遺体の操作もできるの？あ、最先端の技術で何でも数値化可能だ。ああ、種族ヘビ、HP10 分の0、オーバー5。なるほど。オーバー5ってなんだ、一体。目立った傷は一つのみ。遺体の損傷具合から見て、オーバーキル5と判明。はあ。オーバーキル 5？なんだかゲームの中の用語みたいだね。最先端技術では剣士も数字で操作するのだよ。数字が一番手っ取り早く、数字は嘘もつかないからな。だからオーバーキル5って何なのさ。オーバーキル5の説明を聞きますか。説明を聞く、説明不要、また数字か、筋トレでも始める気か。あ、違った、脳トレだったわ、間違った。まあ説明聞いとくか、おとなしく。オーバーキル5とは、無駄なダメージを5も余分に受けて死んだ状態だ。なるほど。じゃあ、あれか、15のダメージを受けて死んだってことか。例えば、残り HP3 の状態で8ダメージ受けるとオーバーキル5になる。完全にゲームの世界の話だね。そんなゲーム感覚で推理するなんて、人が死んでるのに不謹慎だよ。人が死んでるならな。だが死んでいるのはただのヘビ。ゲーム感覚でもいいじゃないの。刑事ひどいよ。ヘビの命を軽く見すぎだよ。失礼だよ。実際ヘビの命は軽いんだから仕方ない。ミミズの命はもっと軽いけどね。終焉間近のババアの命よりは長く生きてやるわ。いいな、ここのやりとり。それで遺体の損傷がオーバーキルだったことで犯人がわかるの？てんてんてん。ええ、犯人を特定しましたよ。もう特定したの？最先端技術を駆使すればすぐに犯人を割り出せるのだよ。誰なのよ、犯人は。まずオーバーキル5が成立する最小パターンは HP1-6 ダメージイコールオーバー5。まあそうね、そうだね。つまりオーバーキル5に必要な攻撃力、かっこダメージ数字は、6以上ってことか。そう、6以上だ。やった、100ポイント経験値。HP は最低でも1残っている状態が殺人の条件だから、オーバーキル5には最低でも6ダメージが必要になる。あ、なんか、すごい、うまいな、この、作り。続いて先日割り出した攻撃力データを見てもらおう。あったね、最初に。そういえば、なんか攻撃力が。最先端の技術で割り出したデータだから正確な数値だ。あれ？攻撃力6がヘビかっこ大型種だけだね。これちょっとヘビが疑われるんじゃないかい？この中でオーバーキル5の殺害が可能なのは誰だ？ヘビ大型種。そうだ、ヘビ大型種だけだ。オーバーキル5を叩き出せるのは攻撃力6の大型種のヘビのみ。はあ、ヘビ大型種は見たところ1匹しか見当たらないようだな。つまり犯人は確定したというわけだ。なんか筋通ってそうで筋通ってない気がするんだよね。だって HP が1の場合と仮定した時でしょ。 HP が2とかだった時って、あ、誰にも無理なのか。あれはなんか武器とか持てばいいんじゃないの。武器って持って、素手の、え？わからん。なんか、このゲームの、その設定がわかんないけど、なんだろう。
素の攻撃力が6ってだけじゃん。例えばなんかさ、その何あの金属バットとかを持った時はまた攻撃力がプラスで加算されるとかないのかな。そういうのは違うよ、殺してないよ、本当だよ。しかし他にオーバーキル5を出せるものは存在しないのだよ。あーでもそっか、武器とかが出てこない限りは証拠にならないのか。あなたのターンになりました。行動を選択してね。意義あり。なんだそこのヘビ、意義があるなら言ってみろ。攻撃力データが間違っている可能性、遺体を傷つけてオーバーキル5に見せかける。はあ、あーなるほど。あーもう死んでるんだけどプラスで攻撃をしてオーバーキル5に見せかけるって方法もあんのか。こっち言ってみるか。あー50ポイント経験値、よし。そうか、遺体を傷つけてオーバーキル5に見せかければ攻撃力、遺体を傷つけてオーバーキル5に見せかければ攻撃力が低くてもオーバーキル5が可能になるよ。最初に言っただろう、傷は一つと。あ、そんなこと言ったっけ。あーじゃあダメか。死体に傷をつけたら傷は二つ以上になる。つまり一撃でオーバーキル5まで持ってったってことだね。あー40ポイント経験値、ありがとうございます。というわけで、ヘビ大型氏を容疑者として事情聴取を行う。何か発言しますか。セーブがしたい。まあ、セーブは後でできるっしょ。発言しとこう。なんだね。そのヘビにはアリバイがある。そのヘビには動機がない。あー、うん、そのヘビには動機がないでしょ。そうだよ、動機がないよ。なんでヘビがヘビを殺すのさ。動機がなくても殺人は起こるものだ。場所が温泉であること、そしてその巨体が物語っているではないか。どうせ入浴後にのぼせて押しつぶしてしまったのだろう。なんかさ、こじつけにも程があると思わんかい。やっぱりなんか無敗の刑事って言ってるけど、なんか無理やり誰かを犯人に仕立て上げてそうやって事件解決してるだけで、本当に解決しては来てないんじゃないかこの人は。温泉が小さいから順番待ちトラブルも多いのよね。この温泉の中で温泉は右下の水たまりサイズの部分だけなんだよね。確かにこれちっちゃすぎないか。あー入れたとしてもヘビ2匹なんじゃないかこれ。4匹はギリギリ無理でしょ多分。宿泊部屋ブベベ、宿泊部屋も狭けりゃ温泉はそれ以下だな。狭くてもこの温泉には微量のHP 回復効果と解毒作用があるから人気なんだよ。あーそんなんあんのか。それでいて狭いから入浴制限は1人まで。ヘビでも2匹までだから順番待ちトラブルが多いのよね。あ、じゃあ人間とヘビが一緒に入るってことはできないのか。ってことは人間が殺すのは無理なのか。定員1名、ヘビでも2匹。そうか、謎は解けたぞ。どういうことだい？簡単なことだ。ヘビは2匹まで OK というルール。そのルールに従って被害者と加害者が2匹で入るわけだ。人間でも定員1名の温泉に。人間以上に巨大なヘビと2匹で入ろうものなら。なるほど。定員オーバーで被害者を押しつぶしたってわけだ。まあ、確かにさっきこのヘビ大型氏も温泉入りに行ってたんだよな。なんかアリバイがなさすぎてちょっと、かわいそうになってきた。押しつぶしてないよ、2匹で入ってないもの。そんなの死人に口なしじゃないか、卑怯な蛇だ。それを言うならこの犯人探し自体が蛇に口なしじゃないか。憶測だけで蛇を犯人に仕立てて。分かった、訂正しよう。犯人じゃなくて反蛇と呼べば文句はあるまい。うん、そういう問題じゃないけど、まあ、確かに気にはなってたよね。呼び方の問題じゃないよ、殺してないもの。もう、あ、間違った。ブラックドクター、もう隠す必要はない。ヘビ一匹殺した程度では、大した罪にならないのだから。余計に失礼だよ。だけど、その大型ヘビが犯人だとしたら、例の凶悪犯もそのヘビってことかい？その蛇が扉を3枚設置して監禁するような凶悪犯には見えないな。確かに。てか、蛇に手ないから無理なのでは？設置するの無理なのでは？おっと、言い忘れていた。
手前の木の扉のみだが、指紋鑑定の結果が出ているのだよ。誰の指紋がついていたのさ。指紋は一切検出されませんでしたよ。なんで？なんだい、手がかりなしかい。いや、発想を逆転させたまえ。指紋がないことが大きな手がかりになる。なるほど。指紋がない、その蛇とかミミズとか、まあ、ムカデもワンチャン指紋はないのかな。か、もしくは人間の中でも何か、なんだろう、指紋をつけないでいられるような人間かな。犯人が蛇だってことの手がかりにな。すべて蛇のせいにされるんですけど、ちょっと困っちゃいますね。僕何もしてないんですよ。あの、名乗り出るのをちょっと渋っただけで、特に何もしてないんですよ。指紋がないだけで蛇の犯行だと決めつけるのは早計すぎるよ。ミミズやムカデにも指紋がないし、人間だって手袋を装着すればいいんだし。すげえ、私がさっき言ってたことそのまま言ってくれてる。そこのハンターも手袋してるね。お、ハンターなのでは。職業柄手袋をつける習慣があってな。それ以前に蛇が扉を3つも設置するって話が無理あるな。そうだよ、蛇がこんな重たい扉をいくつも設置するなんて無理だよ。一晩の間にね。その通りだ、蛇には重たい扉だ。じゃあ蛇には無理ってことじゃないか。ああ無理だろ、普通の蛇にはな。つまり扉設置をやってのける犯人像は大型の蛇に絞られるわけだ。なんか全てが大型蛇にこうなすりつけられてて超かわいそう。ヤブヘビここに極まれりだな。それにしてもさすがは刑事だ。一瞬で犯人を絞り込む最先端技術、無敗の刑事と呼ばれるだけはあるわな。どこぞのヘボ探偵、失礼、ヘビ探偵とは違うのだよ。適当に犯人をなすりつけるようなヘボ刑事と一緒にされたくないな。一緒に煽っていく。でもすっきりしないね。誤認逮捕ってことはないのかい。そうだよ、その刑事ヘビを弾圧したくて推理してるようにも見えるよ。確かにね。何を言うか、被害者のヘビのために推理してやったというのに。死んだヘビも真犯人が見つかって喜んでいることでしょう。そうかな、ヘビの命を軽く扱われて普通に悲しいんじゃないかな。そうそう、被害者のヘビの気持ちを誰よりも理解しているから心を鬼にして犯人を見つけ出したのだよ。それと俺も温泉に入りたいから、このゴミを早めに処理しておいてくれ。最低。あのな、話し合いが終わってしまいそうです。何か一言ありますか。とりあえず発言しとこうぜ。真犯人は他にいる。まだ終わっちゃいない。もう終わった。これにてお開きとする。解散。いや、真犯人他にいると思うんですよ、私。真犯人は他にいる。ヘビはしつこいな。空気読めや。それでは凶悪犯は逮捕されたということで、これにてお開きとする。一同解散。解散しました。宿泊部屋に戻ります。大型ヘビになんか罪が着せられたままだな。ああ、とりあえずセーブしとこうか。なんか怒涛の展開すぎて、ついていけねえ。